安倍晋三やこの男女の話聞いてますでしょうか。これが今あなたたちが決めようとしている会食大会の裏でやられてることですよ。通行は確保してください。通行は確保してください。通行は確保しましょう。通行は確保しましょう。通行は皆さん通行は確保しましょう。整然と集会をやってきました。今日も整然とやりますので通行は確保します。警察官妨害やめてください。東京弁護士会のものです。警察官妨害をやめてください。整然と集会を行います。警察官妨害やめてください。整然と集会を行っております。通行を確保しながら整然と集会を行っております。何よりも一般的に弱いものを守るのがあなたたちの責任じゃないですか。9時半から始めます。警察をさっさと柵を撤去して道を開けなさい。警察のせいで我々の行動ができなくなっています。警察はさっさと下がれ。
通路を確保しながら、スプリンコールを上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。中断的、2号
甲子園に絶対反対、甲子園絶対反対、集団的自衛権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 反対、甲子園に絶対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 反対、憲法破壊絶対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 反対、戦争反対、戦争反対、戦争反対、会見やめろ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 。東京弁護士会の内田です。今トーンを持って抗議をしますので、警察官は撤去退去しますので、ここで、ね、それで先ほどの、鉄柵の閉まるそのなんかカバーみたいなのを通報してるらしいんですよ。それ探してあったら2つ探してください。はい、ロープを返したらロープを、はい、それから誰か私の卵を持ってるんですよ。今日法廷がありますので後ろへ回して、後ろへ、はい、じゃあその上でプレーコールをやりながら場所をどのまで待ちましょう。よし、前の方は非常に混雑しております。自衛権反対、戦争反対、前の方は非常に混雑しておりますので、下手な規制するな。今君たちが一番ありだぞ。はい、車入ります。会見やめろ。戦争反対、戦争反対、球場壊すな、球場壊すな、絶対反対。
閣議決定絶対反対。解釈会見絶対反対。解釈会見絶対反対。戦争反対。戦争反対。救助を壊すな。救助を壊すな。解釈会見絶対反対。解釈会見絶対反対。閣議決定絶対反対。閣議決定絶対反対。今こちらのこちらの最後の撤去しますので協力してください。通路の上で協力してください。これ撤去しますので、あのホールに帰りますので、はい、おはようございます。お久しぶりです。今あのこちらの鉄柵も撤去しますので、ホールが来るまで待ってください。我々は勝つ戦争反対救助を壊すな。救助を壊すな。解釈会見絶対反対。解釈会見絶対反対。戦争反対。戦争反対。救助を壊すな。救助を壊すな。解釈会見絶対反対。解釈会見絶対。それでは閣議決定絶対反対、反対前行動を始めます。司会を務めます私は解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の事務局で、事務局の榎本と申します。お疲れ様です。戦争殺害宣言委員会の事務局です。議員さんがですね、お二人見えていますので発言をお願いします。最初から説明しました。福島みずほさん来てますので、変わりますのでよろしくお願いします。どうも皆さんおはようございます。今日7月1日閣議決定すると言われていますが、戦後政治を、戦後の平和憲法を安倍政権が壊す気かと本当に怒りでいっぱいです。憲法違反のことをなぜ閣議決定できるんでしょうか。戦後の出発点、日本国憲法9条、戦争をしない国日本を安倍総理は壊そうとするんでしょうか。違憲のことをやろうとする、しかも解釈で一内閣で違憲のことを決めさせてはなりません。集団的自衛権の行使とは集団的戦争権です。日本の若者が日本を守るためではなく、他国のために異国で血を流すのが集団的自衛権の行使です。日本の若者が、世界の若者が戦争のために血を流すことを私たちは望みません。今日は日本の政治にとって極めて大事な日です。日本の国民はこんなことを許してはなりません。皆さん、安倍内閣が支持率が 20%、10% になれば安倍政権は倒れます。私たちは安倍政権を許さない。この内閣を絶対に倒していきましょう。共に頑張ります。福島みずほです。そして皆さん、私たちはあらゆる可能性にかけている国民の大きな声を今日一日広げていきましょう。そして皆さん、今日
から4時半参議院の行動で私は僕はこんな閣議決定許せないという集会をやります。いろんな方にどんどん発言してもらおうと思っています。また官邸前での5時以降のこの集まりもあります。みんなで大きく声を広げて民主主義は勝つのだと、国民は勝つのだと、憲法破壊を許さない、そのことを必ず勝利していきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。衆議院議員の、近藤昭一さんもいらっしゃってますのでよろしくお願いします。いつも名古屋で聞いてるよ。皆さんおはようございます。そして暑い中本当にご苦労様でございます。ご紹介いただきました衆議院議員の近藤昭一でございます。立憲フォーラムの代表を務めさせていただいております。安倍さんは時としてあの戦争で命を失った皆さんに哀悼の意を表するという、そして靖国神社に行く。でもあの戦争で命を失った人、人生が翻弄された人、その人たちが求めているものは一体何でしょうか。平和であるはずであります。多くの犠牲のもとに日本国憲法を作って、私たちは戦争をしないと誓ったじゃないですか。国連憲章にだって書いてある、戦争はダメなんだと書いてある。そしてあの戦争のあの昭和の時代の一番の反省は議会が無視されてきたことじゃないですか。今安倍さんはまた同じようなことをしようとしてる。議会は早々に閉じてしまった。そして閣議決定は内閣がやる、行政府がやることであって、議会の声を、そして皆さんの声を無視してるじゃないですか。どうぞ、私たちはあの多くの人たちの犠牲、そして今のその人、そのことを引きずってる、その影響を受けてる多くの人たちがいる、二度と戦争しない社会を作るんだ。どうぞ閣議決定反対、集団的自衛権行使反対、力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございます。国会、内外ですね、共に戦ってですね、この閣議決定阻止ということで頑張っていきたいと思います。で、一つですね、先にスケジュールを、お話ししたいと思います。今日ですね、午後5時からですね、ここで集まりましょうと言いました。すいません、早くなります。3時、皆さん、実はですね、閣議決定をですね、前倒ししてですね、進めてしまおうという動きがですね、見られています。このですね、私たちの行動をですね、やり過ごしてですね、3時ぐらいにですね、臨時閣議を行ってしまう可能性が出ています。私たちはこうした動き一切許さず、できればですね、皆さん大変お忙しい中だとは思いますが、3時にはこの場にですね、結集し、行動を始めたいと思いますので、よろしくお願いします。午後3時にはですね、官邸前に集まってください。ぜひですね、皆さんツイッターとかですね、宣伝する手段のある方、お友達にもですね、3時だよということをですね、伝えるようよろしくお願いします。それでは成功に行きたいと思います。そしたらどうしようか、戦争反対、解決解決
閣議決定絶対反対、解釈会見絶対反対、戦争反対、友情壊すな、解釈会見絶対反対、閣議決定絶対反対、戦争反対、友情壊すな、友情壊すな、解釈会見絶対反対、戦争反対、友情壊すな、解釈会見絶対反対、戦争反対、友情壊すな、解釈会見絶対反対、閣議決定絶対反対、戦争反対、友情壊すな、閣議決定絶対反対、解釈会見絶対反対、これ読んで、これ団塊の人たちの叫びだから、女性には大受けなんですから、そう大体ね、はい、戦争にやりたい国会議員がまず先に戦地に行かなきゃ、ね、若い人たちは本当に少子化でね、数がどんどん少なくなってるんですから、そういう人たちを戦争に行って死なせてどうするんですか、本当に老人たちが行くべきですよ、戦争したい老人たちが、はい、始めます、外見絶対反対、閣議決定絶対反対、戦争反対、救助を壊すな、解釈会見絶対反対、閣議決定絶対反対、よろしくお願いいたします。今官邸前非常に混雑しております、大変混雑しておりますので、できるだけ左側に沿って歩いていただき、前へ進めてください、お願いいたします。上は社長の阿部と会ってるからだけど、結構現場の記者は結構まともですね。左側の金井コーチ取って前の方に行ってください、お願いいたします。官邸前に参加の皆さん、前の方は今非常に混雑しておりますので、左側のカラーコーンに沿って前の方にお進みください。後から来る方々にスペースを空けてください。どうぞよろしくお願いいたします。この近くで、ご参加いただきますようによろしくお願いいたします。官邸近くはすでにいっぱいになっておりますが、この近くで、並んで、ご参加いただきますようによろしくお願いいたします。だから安倍首相は安保政府安保をめぐる安全保障の環境が激変したと言っております。しかし変えたのは政策の問題であり、
そして靖国参拝ではありませんでしょうか。靖国参拝はウォールストリートインストジャーナルが中国の大会の大大のプレゼントが報道しています。今の結果は私たちの文化と反対して集団的自衛権の構成をプレゼントを承諾しています。そしてそのプレゼントのお返しとして、ね、反日をもたらし、このことによって日本の国内体制を変えようとしています。しかし皆さん、私たちが一番以上じゃないように中国の様々な人たちがいます。私は昨日言葉に言いませんでした。昨日花岡事件で秋田に取りました。中国の民衆と交流をしております。あの在日の韓国人の女性の指導の知識のもとに花を日本語と中国語と韓国語でお互いに出しましたが、政府間がどうあろうとも日中の民間は交流を続ける、友好を続ける、そういった確認をしてきました。皆さん、今日は私たちは一歩後退することになります。しかしこのことによって人権主義の破壊、民主主義の破壊を許してはなりません。これから秋におけの国会の論議、あるいは専門家による例えば法律の方法など、あらゆる方法を通じてこの集団的権力を国家から取って向こう側からさせないような、ダメだけ、そういうこっち入れないから悪いありませんか。このだから向こうから回すしかない、ここ取れないでの活動を全国に発信しながら、私たちは引き続き戦いを継続していこうではありませんか。頑張りましょう。すいません、あの福島みずほさんからですね、この後のですね、参議院議員会館行動での、集会についてちょっと説明をしていただこうと思います。どうもすいません、福島みずほです。今日は参議院の行動を借りています。私も僕もこんな閣議決定許さないということで、いろんな人たちがスピーチをどんどん飛び入りでもしてもらおうと思っています。当初は2時半から4時の予定だったんですが、5時、そして3時からここの官邸前行動があるということで、2時から早めて参議院の中でもやるし、この官邸前でもやると2時に早めますので、2時から行動でやっています。両方ぜひ出席をしてください。いろんな人がいろんなスピーチをして声を上げていく、そんな一日にしていきたいと思います。そして今内田さんからありました、戦いを続けていきましょう。こんなことでめげていてはなりません。閣議決定許すな、そして違憲の法律作るな、一緒に頑張りましょう。ぜひ参議院の行動でも2時からやってますので、どんどん参加してください。よろしくお願いします。はい、それでは続きまして、解釈で憲法9条を壊すが実行委員会から高田健さん、スピーチお願いします。高田さん、お願いします。かっこいいね、高田さん。かっこいいって。高田さん。皆さん、おはようございます。昨日のここでの行動に参加された方、どのくらいいらっしゃいますか。遅くまで本当にお疲れ様でした。報道で1万人というふうに報道されています。この日からは、十数年前のワールドピースナウ、あるいはこの間の 3.11 以降の脱原発の運動、それらの中でそれに匹敵する大きな取り組みに昨日の行動はなりました。6月30日安倍晋三の集団的自衛権の行使に反対する日本の私たち市民は、ここに1万人以上結集して官邸に抗議をしました。そして今日その行動に続いての行動です。先ほども言いましたけれども、今日7月1日は日本の自衛隊が発足してから丸60年目です。安倍晋三はもしかするとこの日を選んだ可能性があります。彼は外国に行くのは6日なんです。4日にやることもできたんです。わざわざこの1日に固執したというのは、彼なりのつまらないとんでもないこだわりがあったのではないかと私は勝手に推測をしています。自衛隊の60周年にあたって、今まで曲がりなりにも憲法9条に縛られて専守防衛と言ってきたこの日本の自衛隊を